北斜には、ルーマニア、ブランチャ県の都市、ミルコブガシにある。北斜には、近く構造上の断層の集合点に位置し、地震発生の危険が高いとされる。また、ルーマニア有数のワイン生産地であり、オドベシュティの町は、市の北西にある。ワイズ・フォン・ホックシャンは有名な地元ワインで、近隣には、鉄、銅、石炭、石油といった。 鉱物資源が豊富である。モルダビアワラキア間の国境の町として、北斜にはロシア帝国とバルカン半島の間の道の途中の重要な通商中心地へ発展した。帝政ロシアとオスマン帝国双方の外交官の会議が1772年に資金港で行われた。北斜ににほど近いところでトルコ軍はフリードリヒオジアスフォン。 ザクセンコーブルクイコールザールフェルト率いるハプスブルク軍とアレクサンドルスボーロフ率いるロシア軍の同盟軍に停滞敗北を起死した。クリミア戦争後の1850年代、北車にはワラキアとモルダビアのドナウに公国の統一を支持する活動の中心地として成長した。1859年、アレクサンドル・ヨアン・クザが両公国の公となった後、最高裁判所、 同様に広告の常設中央委員会が置かれた。どちらの制度も合同国家であるルーマニア広告が成立したことから1864年に廃止された。近代ルーマニア国家を形成する上で果たしたフォーク社にの役割は統一広場にあるオベリスクで普及の名声を与えられている。1881年12月30日から31日にかけ、 ルーマニアのユダヤ人コミュニティへのシオニズムの影響を受け、イスラエルの地への入植を奨励する初のルーマニアシオニスト同盟会議が北社にで開催された。会議には32団体を代表する51人の代表、2社の報道編集者、3人の新聞記者、そして重要な来賓が出席した。この1881年の会議は、 バーゼルで開催された世界シオニスト機構の第一回大会より16年早く、ルーマニアのユダヤ人に影響を与え、議事録はルーマニア国外でも知られるようになった。1917年、第一次世界大戦のルーマニア戦線の最中、北ニにガラチは、シレトラインで知られる防衛線の一部を成していた。ルーマニア王国イコール中央同盟国間の休戦協定が、 1917年12月9日、北斜にで調印された。第二次世界大戦中の1944年、北斜には北斜二ナモロアサイコールガラチ戦の防衛戦の一部を支え、そこには9つの精鋭師団がトゥルグルフルモスの戦い後に進軍するソビエト連邦赤軍への抵抗準備をしていた。しかし、1944年8月23日の ミハイ一世の親ナチス政権が遠くデターのため、この抵抗は実現しなかった。ミルコブガシにある北ャニの位置が、ワラキアとモルダビアを分けていることを指標上で描いている。両地方の旗を持つ女性が握手する様子が表されている。ありがとうございます。